せっかく作ったブログも日本語でしか提供していなければ日本人にしか読むことはできません。このようにリンクを作るだけで外国語へ翻訳することができます。非常に簡単です。韓国語へ翻訳してみましょう。私は読めませんが、このように韓国語へも簡単に翻訳が可能です。このような翻訳を自動的に行うためには、翻訳結果のサイトの URL を貼り付けるだけでできます。このような場所でウェブページの翻訳を行い、その出力された URL を工夫して自分のサイトに貼るだけです。このように翻訳サイトへのリンクを貼るだけで自動的に翻訳してもらえます。英語や中国語、韓国語など様々な言語に対応できます。簡単に外国語のサイトはできますが、問題はこのリンクをクリックする人がほとんどいないというところです。検索エンジンに引っかからないのでそのようになります。これを解消する一番簡単な手段は、自分で外国語のブログを立ち上げてしまうことでしょう。ここにありがちなブログの文章があります。これを実際に翻訳サイトで翻訳してみます。翻訳結果が出力されました。Yesterday was pretty cold, too.And I went with my friends to eat noodles all together. In a shop near the station is always great. 結果がいまいちなので、他の翻訳サイトで翻訳してみます。Today's decline was smaller than usual because it has been performed all together. However, I did have first heard of noodle soup and fine food was very well with it all together. もう一つ別のサイトで翻訳してみましょう。Back seemed satisfied with friends.Google 以外では、アルタビスタやエキサイトで翻訳が可能です。このように、どのサイトでもいまいちな翻訳結果しか出てきません。このいまいちな翻訳結果は、翻訳ソフトの性能が悪いためですが、日本語をそのソフトに合わせてしまうというのが一番簡単な解消方法です。なるべく短い文章にして、複雑な表現は簡単に、元の文章の意味が通じる範囲で徹底的に直してしまいましょう。徹底的に直した結果がこれです。I went to eat the ramen with the friend yesterday. The ramen shop is near the station. Many people queue up the shop every day. However, I have not been. However, the guest was also few. この翻訳結果もいまいちですが、自分で英作文できない人は十分な品質でしょう。It was delicious.これらの資料によると、英語は日本語の5倍の5億人ほどが使えるようです。このようにして得た翻訳結果を海外でよく使われているブログサービスのブロガーやタイプパッド、ワードプレスに貼り付けて自分の英語版ブログを作りましょう。このようなことを続けることで自分の英語を読む力や英作文の能力が向上する効果も得られると思います。